中を通して16番のボールを持った藤沼、この藤沼もドリブル側です。そして左から中村、ワンタッチ後ろからシュートで藤沼先制。藤沼、秋田先制。前半の手元の時計で5分、今日シャドウに入った藤沼拓夢、崩しでした。自分で出して中に入っていて中村ワンタッチ、その後です。見事にキーパーの右をついていきました。中村が左流れて中に入っていった16番の藤沼拓夢、今季7ゴール目、キャリアハイの